てさて、配信見えてますかね。お疲れ様でーす。2回転でーす。今日は NVC2 ラウンドと 2on2 形式で行います。 2on2 って歌ってるけど 2on2 じゃないかもしれません。なかなかね、そろそろもう年末フォックスに向けての、お疲れ様です、フォックスに向けての調整をみんなしてたり、まだチームが決まってなかったりという感じですね。ジェミーキングさんはフォックス来ないですか。大山ニュートン12月30日、大山って言っても遠方の方は分かんないかもしれないですけど、池袋の近くですね。池袋からちょっと田舎に入ったところ。やっぱね、大会はいいもんですよ。ぜひ来てもらいたい。ここのとこはあの若手の躍進が目覚ましいんで。関西か、関西でしたか。まあぜひ。じゃあ、ストリームを見といてください。絶対楽しいんで。今日 2on2 なんですけど、どんなのがいいかな、どんなのがいいかな。 2on2 って歌ってるけど、どうしようかな。シングルにして楽しいルールでもいいかしらと思うんですけども、どうしようかな。普通のルールでもいいか。普通のルールだと今5チームですね。よしさんが入ってくれればもう1チーム、6チームになる。メンバーは今のところルンチン、焼き鳥、イデ、ムー、シャル、ワイパー、クサ、ナカ、マキリ、ケとなっております。キャラクターも色とりどりですね。ナルシルが2体かな。どうしようかな。なんかいいルールないかしら。なんかいいルールないですか。ルール今ね10人ですね。はい、2 on 2って歌ってるけど2 on 2じゃなくてもいいです。はい、日曜日は適当ルールが多いんですけど、土曜日はそうでもないですね。フォックスの練習としてチーム戦をやるっていうのももちろんありですし、どうしようかな。非常に微妙なんですよね。あと僕が入って11人、ヨシさんが入ってくれたら12人、12だとそれなりに形にはなりますけど、チーム戦の方がいいですかね。
か、チーム戦か、チーム戦がいいよな。チーム戦じゃなくてよければ1個あります。久しぶりにやりたい、あのバーサスハイルールどうかなと思って。あ、知らないですよね。たまにはいるか。よし、では皆さんの試合そろそろストップでお願いします。あのね、関西乱暴とに近いやることは。でも連勝数、一定の連勝数で切り抜けですね。勝ち抜けで、あとは決勝で待ってください。それをバーサスハイルールというのは、第1回はもう何だよ、11台進行戦で、その順番に並んで相手の方にどんどん入ってくる。で4連勝したら勝ち抜けで決勝で回ってますよ。それね、めちゃめちゃ面白かったんですよ。時間制限みたいな形になるんですよね、最終的に。最低でも2台進行にすることで、あと残り1枠しかないみたいな時に、俺はもう負けてもいいからっつって一生ガードしてるとか、そういうのが出てきて、普通ではありえない。機械さんとね、セロテープさんでそれが起こってる。セロさんが一生ガードしてる、投げに行ったら投げ返す。タイムアップで機械さん結局上がれなかったもん、あんな強いのに。あれはもう伝説の名勝負だったんですよ。こんなもんですよね。これ1台進行にするか2台進行にするか。1台だと昔の団員戦みたいな形になって、で自分の後ろに自分が勝てないやつが来ることが多い。ちょうど止められるっていう。あ、そんななんですか。さあ、チェンジ、そんなんで勝ってたやん。スラムマンエース、はい。覚えられてしまった、覚えられちゃった。まあフェイロン戦のスキルも経験値もすごいですからね、彼は。立ち回りはちゃんとやったらチェンリー有利ってコエモンが言い張ってるのは本当によくわかるんだよね。飛行剣が強え強え。フェイロン対チェンリーは飛行剣。そろそろ始めましょう、そろそろやろうぜ。久しぶりのバーサスハイルールをやります。今日はね、2台進行。4連勝をしたら決勝勝ち抜けで、何枠にしようかな。今日は10人なのでいいとこ4枠かな。4枠だったら納得じゃないですか。4枠だったら納得じゃないですか。2台進行と1台進行どっちがいいかな。2台進行と1台進行どっちがいいかな。1台長いか、1台長いんでね。2台1台どうしようかな。それがね、熱い、それが熱い。次式マイソンいるっつって
ラウンド落としてもいいっつって皆さん覚えてますか、バーサスハイルールです。知らない人もいると思いますが、今日あれね超面白かったんだよな。あれ伝説ですからね、もうみんなゲラゲラ笑ってましたよおいーとか言って機械さんがあいつさずっとカードしてんだよそうです、うん、土日はたまにやることありますね。あ、優勝者、お、あ、そうかもそうかも。何連勝がいいかな、4人勝ち抜け、何連勝がいいかな、3、4連勝、今10人です。5連、4かな、4がね、そこそこいい感じなんですよね。でキャラクターは自由です、乱入するときは自由ですが、まあまあ、負けるまではそのキャラをずっと使うことにはなります。よろしいでしょうか。じゃあ店員に鍵を持ってきてもらっていいですか、持ってきてもらって、うん、森に、森森、二台進行なので一台見えませんけどもご了承ください。そうですね、どっかに一列に並んで空いたところに入っていく形になりますので、どっちがいいかな、真ん中の方がいいかな今日は。そっちはクレジットで、では最初にくじ引きをして順番を決めます。このルールいいところは途中参加自由なところですね。はい、じゃあくじ引きをしますので皆さん集まってください。2台進行ですので、片方しか映しませんがご了承ください。それでは、1P 側が1ですね、1,2,3,4でいきましょう。まず1を引いたのはムーさん、よく引くんだよね。はい、カードください。で2番はマーカスで、負けたら列の一番後ろに並んでください。で空いたところに入っていく形です。3番テイさんがここの 1P、 4番がシャル、キャラクターは自由です、乱入するときは自由ですが、まあ負けるまではずっとそのキャラを使ってもらいます。はい、
最初だけは申告かな。一列しかないから一列の一番最後尾に並んでください。よろしいでしょうか。からはなる。では、5番から順番に並んでください。はい、向こうの列ですよ。向こうに並んでください。あ、こっちは あるから大丈夫。はい、5、6、7、8、9、10。ひでくんは10、8。はい、並んでね。中さんが最後かな。はい、ではカードをもらっちゃいます。4連勝ですよ。4連勝で勝ち抜けです。それでは始めていきましょう。ありがとう。さあ、どこに並べばいいのかというのが、もう並ぶのは1列ですね。後ろではニヤニヤして待っている。さあ、最初の試合はムーダルシュン VS マキリケン。後ろではテーダルシュンとシャルバイソンがやり合っている。ムーさんはマッチョンさんに全く勝てないんですけども、実は剣戦うまいです。勝てないのはマッチョンさんだけです。さあ、まずはパーフェクト。そしてマーキーリーはどこを突っかかりにするか。さあ、ヨガウラ剣が入って、これはめんどくさい。寄る前に体力が8割なくなる。投げられてやることらしい。ムーさんがまず一勝。お、テータルシムが勝利。いきなり波乱気味の。さあ、焼き鳥が入る。焼き鳥何でいく。ダルシムが1勝ずつですね。そしては、配信台はバイパーホーク。後ろも見てキャラクターを決めるというのもありですね。さあ、バーサスハイルール、2台同時進行でお送りしております。4連勝したら勝ち抜け。決勝戦に進めるのは4名。さあ、コンドルガード、フォア、インフェルノから、おお、引っ掛けた。回してドンからの、おー、いけねー。投げられる。ムーが2連勝。さあ、草チュンリーが入ってくる。チュンリーじゃなかった、ホンダだった。なぜホンダ。ムーさんね、ホンダ戦これもね、アベビンさんに勝てないだけでかなりしっかりしてますよ。あ、ニーヤさんもきついな。うえー、厳しい。さあ、そして、お、後ろでは焼き鳥 DJ が勝った。そこにヒゲチュンリーが入る。キャラクターは強いですよ。さあ、草本田がいいダウンの取り方したが、ヨガトップで落とされて、また弾かれてやめようし。さあ、高め高め、おー、一応ズー、あっと。さあ、ゼロドットムーダルチム何をする。おっと、いい蹴っ飛ばし、うまい、ナイスタイク。さあ、燃やして、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、あーっと、よく見ていた。ムーさん、うまいですね。さあ、おいちょ入ってしまう。
からの百貫ピヨって死ぬか。さあ同類対コンボを狙ってコンボミスったが、こっちさあ草本田勝利、そしてこっちはヒデチュンで勝利。さあ文鎮が龍、さあ本田には龍なのか。文鎮サブはほとんど見ないんですけども、ここはどうしても勝ちたい、まずは一勝したい、それが伝わってくるキャラ選択。しかし大一丁ハリーデル削り厳しい。さあ後ろはヒデチュンでいたい中キャミーですね、あれ見たいな。さあ外野手入って波動拳ガンガン打っていく。おお、それは違うぞ、それは違うぞ、張り手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 、どうする、鬼無双の時間になってしまう。これは抜けてくる、草が2連勝。あ、決勝に進むのもこのキャラだから大丈夫。お、ヒデがすでに3連勝、な、2連勝、2連勝か。さあ配信台はシャルバイソンがいつになく真面目な顔、前回やった時は優勝したようだということを本人も言ってましたが、そんな気もする。本田戦冷たく冷たく立ち回っていくシャルバイソン、張り手がぶっ刺さる、初交換やり返す。さあ後ろはヒデチュンリー対マキリ、マキリの勝利炸裂、1ラウンド選手で。さあ相手が出てくるのを待つ、クレイジーで削り、お互い前に行くと隙が生まれる、なので端端で膠着状態になりがち。さあこれはしゃがみに手つかせたんですけども、おお、これで100回ジャンプ若干値はしゃがみ技を何かコパンかな、コパンか中パン出すことで分かるんですけども、そこは読み合いとなっております。お、いいフランシャンドマン、さあ行ったり帰ったりしてシャルが冷たくする、あー死んだが、お、捕まれる、おー一応やばい、うわー露骨。さあ草3連勝でリーチ、ここでバイパー、さあ魂のこもったキャラ選択、俺にはこいつがいるんだ。さあ後ろでは、あー、うわー惜しい惜しい、手でもリーチをかける、最初に抜けるのは草本田なのかヒデチュンリーなのか、お互いリーチ、おーっと回されて、これは引っかかるやつが仕込みが読み合いなんですね。トマホークを仕込むと頭突きには勝てるか、100貫対1、うわっうわっうわー逃した。いやー今の100貫のガードの仕方は結構熱かった、うっかりアドバンシングガードした可能性がありますね。さあめくって、しかし投げられる、フォアガードして頭突き。さあ草本田が決勝進出に着々と大手をかけていっちゃうのが、100回めぐりからコンボ入って、最初の勝ち抜きは草本田。
だごめんリセットしてくれ。はい、次ムーさんが 1P、 焼き鳥さんが 2P。 あ、緑色、どっかにない。あとヒデチュンリーが勝ち抜け4連勝、ヒデくんが2位ですね。あれない、あれ、あ、あったあったあった。はーい、じゃあこっちは、死んでもらいましょうか。次の順番は、次 1P2P は 1P が先、 2P。 さあ配信台はムーダルシム対焼き鳥、何が出てくる。 S ホーク、お前はここで終わりだと。しかしかなり重い怪我からの復帰したムーダルシム、今日は動きが相当切れてるぞ。お、イコイコさんからムーさん頑張ってという熱い励ましが。さあ、しゃがみ中キック遠くで、ダルシムの手足を蹴っ飛ばすのすごく楽しいんですけども、やはり不安定。インフェルノ飛んでコンドルが確定しない。ムーが、うわー、さばききった。ムー一勝だが、しかしシャルバイソン、ムー社に勝てない、ムー社に勝てないらしい。さあ後ろでは、後ろでは中キャミーがサブキャラ、元メインキャラのホンダを選択して分身をいじめている。さあ配信台見ていきましょう。おっと、フォーが入った。さあ足元に集中させといてからのクレイジーをガードする。すげえ、ファイヤーと一。さあ中本田勝利ですね。さあ頭突き届かない、投げる。ユンピョが通った。ユンピョが通ると相当画面が押せるので美味しいですね。さあちょっと日和気味のファイヤーモード。さあこれはインフェルノでゼロロットタッチ、ジャンプ中キックは負けて、クレイジーナイスカマン、ファイヤー、ニヤニヤしているムーダルシム、これはニヤつく。さあドスケ入って、もっと踏まされたぞ。ムーさんがピッチャーとか上暴れ、グランドさせ方が非常にうまい。そしてどでかいのが入った。おお、お互い裏に行ったり、そんなことが起こったが、シャルバイソンが処理。シャルに対してはバイパーが入る。さあ後ろの試合は中本田とマキリケンが一本です。1本ずつ取り合ってどうなる。いい勝負している。さあ配信台はちょっと目を離すと死んじゃいますからこれ。あー、詐欺トービー、ムーどん、おう、中本田が2連勝。さあ配信内はこっからでも全然あるぞ。バイパーホークがクレイジーの溜まったバイソンにプレッシャーをかけ続けている。おお、始まっちゃうのか。
あっと今のはトマホーク出ていなかったか。トマホークが出ると、下げ止めの高さ次第ですが、クレイジーアッパーにしてもトマホーク勝ちます。それほど下げ止めには猶予がある。さあプレッシャーに負けないシャルバイソン、追っ払って2連勝。焼き鳥が行く、怖え、並びが怖え。さあ後ろは中本田が3連勝にリーチ。うおっと100巻。さあ焼き鳥は残儀、嫌がらせする気満々だ。スクリュー入って、おー、できる、なんか3連勝。あ、メインになってる、画面を見たらメインになってる。さあグランド刺さって、本番グランド。さあこのグランドアッパーがポイントの一つ。おっと、ラチコンパ2回がスクリューまでいく、外野手1回のリターンがでかい、テッドパラしてくる、最後は読み合い。さあザンギ対バイソン、プレッシャーがかかるのはバイソン側。さあしかし状況はかなりバイソン有利に動いている。立ち強キックでグランドを潰すが、あまり自体よくなって、ダイヤシーヘッド、ここはグランド残り0ドロット、位置を取られてシャルバイソンがリーチ。またムーシャンか。そう、中さん勝てばこれ抜けちゃいますね。100巻からの、うおほほ、いった。さあ次の試合があるのかどうか。ここでムーシャンの肩にみんなの期待がかかっている。さあ遠距離でファイヤーファイヤーもらいまくって、いつの間にか画面が近い、残り2割。シャルはゲージを貯めることができたが、ここから何か起こるのか。インフェルノ、さあ後ろは中本田が止まった。ブンチンが勝利。うこれ面白い。さあムーさんも苦手と言っていたシャルバイソンだが、ヘッドぶつかまして、あれはして、すらつかみすらつかみ、インフェルノガード、これはこのまま殺したかったが、クレイジーがたまる、投げをバレていて、スーパー、おお今の熱い、ムーさんがこれで勝利。さあこっちの台はなんかさっきと同じ組み合わせが続いてるような、バイパーさんもずっと配信台な気がするな。ちょっと流れがこれにずらしたいところですね。ムーダルシム、さすがにダルシムだけあって安定感がある。さあ文鎮2連勝、マキにめくりを当てたがコンボにいけず。さあ配信台はバイパーが回して、ごちそうさま、あもうカオリが食べたい。さあ
ワイパーの読み合いが空を切る。ジャンプ強パン、ジャンプ強パン、コンドルガード、何が間に合わない。うわっと、何を狙っているんだワイパー。ほえー、うわー、インフェルノ回復になってしまう。ムーダルシムが2連勝あ、嫌がらせをする気満々の焼き鳥が何で嫌がらせをする。爪か、爪なのか、爪なのか。もう一人抜けたら一大進行にしましょうか。おお、さあ文鎮の手が止めた。そして配信台はまともにやるより嫌がらせをしたいという、焼き鳥の、おおほんとかいな。こんばんは、今日はバーサスハイルールでやっております。説明が難しいな。2台同時進行で4連勝したら勝ち抜け、ま、席が空いたら並んでる人から順番に入っていくという形。さあここでムーがなんとまたしてもリーチです。これまたまたか、よく当たるね。ずらす、まあ、いいか。なんか同じ方にしか当たってない気がするから一回ずらしましょうか。さあ後ろの前はいつの間にかテーダルシム対中キャミンやってますね。配信台はムーダルシム対シャルバイソン。あ、配信さん、配信さんもねやる気満々ですからね、ぜひ来てほしい。さあ端っこでゲージが溜まる前にこのダメージはさすがにきつい。さあやっとゲージを溜め切ったが、だあるの、あ冷静。さあ2体いるダルシムが今のところ両方とも上がれていない。さあヘッドバレた、うわー踏まされた、画面ガチが近いと。さあなんとか逃げました。中盤グランド大きさもまだ擦る、うわー48の必殺技でヨガスナイパー炸裂、うわっ、うわっ、ハンドー、うわー擦っている。ムーが勝利で4連勝、勝ち抜けは3番手。それではバイパー対ブンチンやりましょう。あ、リセットは緑ボタンですね。やっとこれでずれましたね。残りは1枠、今一番近いのはテーダルシム。ムーさん後ろも並ん、あ、この3人が OK か。ダルシム、ホンダ、チュンリー、やはり強キャラのためのルールなのか。4連勝っていうのはなかなか難しいですからね。どうしても苦手キャラが多いキャラは回ってきてしまう。さあテイダルシムがこれでリーチ3連勝。レッカ入って、レッグバックジャンプ版、あれは本当に安定なんでしょうか。なんかありそうな気がするんだけど、さすがにバックジャンプには届かないかな。何も
さあレッグあんなとこで当たっちゃう。さあ後ろのテイダルシムにまたしても焼き鳥がバルログで楽しいことをしようとしている。楽しいのが始まっている。いつの間にか始まっている。さあレッグこれはうわーうわー嘘でしょ。今のすごいね。パクってないでしょ。さあ次は中、中さんこれよく当たってるね。3回目最初は龍だったけど、さあテータルシムが負けたら焼き鳥さん一大進行にする。次並んでください、うん、一生扱い。さあここから一大進行します。あと 1枠誰がもぎ取るのか。さあ中本田 VS 文鎮フェイロン。先ほどは文鎮が中本田の3連勝を止めて勝っているが、その前は中本田が勝っていた。この人キャミーの前は本田がメイン。さあここでまず1勝が欲しい、まあ、みんな欲しいところなんですけども、残り1枠を中文鎮焼き鳥シャルマキリバイパー手で争うことになった。意外なメンバーが残りましたね。おっとバックジャンプ中キックがいい当たり方ズーツーキー。おお一応入っちゃうからの張り手普通に崩る。さあ中勝利。焼き鳥さんは後ろのないで1勝しているので1連勝扱いですね。これは1勝ずつ。あらこのかぶせ野郎今日は全てかぶせていくつもりなのか焼き鳥。あらあら焼き鳥さんがまあ1ラウンド目は遊ぶ感じですね。これさあ頭突き入ってスライディング。さあまずは寄ってくる本田を難なく追い払う焼き鳥 DJ。本田はかなりしかしいい動き。それもそのはず垂直落下式ラマンチャが DJ も使います。おおしかしヘアスラの速さでほとんどの行動はカバーできてしまう。そして最終兵器バックジャンプ5番。そして核も持ってますからね。爆弾ととりあえずめくる。おっとしかし受け身ナイス受け身まだ生き残っている。おかまげに入ったが最後は上を見られてら止めたのは焼き鳥。これで2連勝ですね。シャルシャルさあかぶせといてバイソンが来たら文句を言っている。さあ危ない。今のはちょっと遠い。あ近いですね。 DJ 対バイソンは DJ 側のめくりは結構精度が求められます。今のと速いですね。速いとダメ。若干収める方がいい。全くガード方向は分からない。シャルはさすがにここは抜けたいところですが、次に控えるのはマキリ。ドキドキ
どっちが勝ち上がるのか。おっと相模4番置かれて、うわっと今日のダッシュストレート、おーい、うわ、さすがに盛り上がりすぎたか、盛り上がりすぎたか、1回のミスで本当に命詰まり組み合わせ、おー、歩き投げ、これは通っちゃう。サルバイソン、今度の大会もバイソン出てることでしょう。東西戦はほとんどバイソン出てることがなくなっちゃいましたが、相変わらずの強さ。さあエアスラ、しゃがみ行番、ドットクレイジーをどう使うか、エアスラ押してしまう。焼き鳥がリーチ、どうぞ。さあ4番目の枠は焼き鳥が一番近くなったぞ。負けに止められるか。マーカスオールバックになって超かっこいいよな。さあもう全然海外勢ではないですね。マーカス巻きリリペン、じっくりとした地上戦からの対空昇竜の精度が持ち味。さあエアソーも出ず、サービスジーパーね、手作りから重ねて、あれは DDS ではかなり強い。さあおっとこの場合熱い勝負だったか、なんとか離れて、おおスライディング、しゃがみ10番これで逆転、嫌な逆転の仕方をしていく焼き鳥。さあ避けたが、うわー最後よ、さしゃがみ10番がかなり熱い当たり方した。配球しっかり取ってめくりから、まあ、何もしないでスライディング、もう一度めくり投げる、通らないと見え、投げてくる、しかしあの投げをなんとか投げ返そうとかすると壊しませんが、送らって PV1 へ次のめくりくらったらもう即死ですね。さあジャックが返したらスパコンとりあえず打って、あっと勝利打っとけよかった、ピラツカミ逆転のチャンス、ピラツカミ逆転が見えてきたぞ。おーこれは長州にはできないやつ、長州さんの前決め打ちですね。今完璧なヒット確認のタイミング見えた。さあ勝利出ますね、 1P でも 2P でもその精度は変わらない。どんだけ練習してきたんだマキリ。さあ台足入って、おっとおっと渋すぎだろ、うわーしかし思って今度は裏、まだ暴れる、おーどうしたかっこいい、これはかっこいい。あれはやらかしたな。美しい勝ちだった、実に剣らしい。出てくるのはバイパー。さあフォーク使いは剣を結構苦手とする人が多いですね。それもそのはず、エンコパンが埋まってもそもそも二択っぽい。うわいい飛びからのガード、今度出る、バイパーが本当にこういう場面で一番プレッシャーを与えることができるプレイヤーかもしれない。さあ無理はしない、リードはこれでバイパー、落ち攻めは中足狩りのしゃがみ強キック、そしてバックダックパンからコンドロメモ刺さって後ろにいる、これはフォークとしてはかなり不運。ああ端っこでハドモード始まる、だコンドル刺さる、目まぐるしく入れ替わる、最後は
やめておけ。ワイパー勝利でテータルシム。ここまで見て誰が勝ち上がるのか全く予想がつかない。第1回の、バーサスハイルールですと、まあ、参加人数がものすごい良かったこともありましたが、勝ち抜け枠は16枠かな、8枠かありました。これを11台進行ですね、確か。あれはもう本当に大騒ぎだった。当時はチャノさんとかまでやってましたね。まだネットに動画が残っているんではないでしょうか。さあ、ジャンプ強パンク、挨拶代わりの三角俺たち、やばい、減りすぎだろ、減りすぎだろ。さあ、ここは待て、おいと怒る。もう一度狙っていくが、テーダルシム立ち立ち、ここからちょっとずつ取り返さないといけない。うわー、取っちゃった。バイパー2連勝。そしてブンチン、こうなるとさすがに、そうなるとさすがにですが、北関東のフォーク使い、みんなフェイロンとはもうやるしかねえと割り切っている。しかしこのムンチンフェイロンはかなり今までのプレイヤーと違う動きを、おお、マジか。あー、これは、うわー、うわ、そうですね、バックジャンプしないと話ダブルまでは入れてますからね。さあ、文鎮もうっかりしてた。あの体力だと取り返しに行きたい欲があって、ここまで攻めを続けてようとしてしまったんでしょう。ヘンドルダイブがかなり、うわー、さっきもあった、これ引っかかってしまう。あれ引っかかるとフォーク振りっぽいですね。さあ、シューレック、今日だけじゃねえんだと。バイパーチョップを多めに見ているので、うまく重なる技を使っていく。ブンチン勝利。さあ、中本田、神はさすがに出せんと。まあ、この人どっちがメインと言ってもおかしくないでしょ。今はキャミーがメインらしいが、ホンダがメインだったというのは長い。おお、普通に強い。さあ、この人が表に出てくれるのは本当に僕としては嬉しいんですよね。おっと、なんか変なところにいたぞ。投げる、花翔一郎の後から突っ込んでこられると話終わっちゃってるので結構困ることはあります。さあ、オカマ確定、これいかない、いけない、めっかー、今のは大一郎が入ったんではないか。まあ、本田にはよくあるんですね、裏から劣化拳をやると2発目がほぼスカルという、これも全部一発止めしてましたね。おっと、なんかすごい仕込みが見えたが、
さあ高い燃やされて100巻逃げるがしゃがみきょうぼ、あーもう一丁。さあ中本田が文鎮を止めて、あ、クリットお願いします。あ、ピンクです。さあ抜けた人間はあの高みの見物してますんで、4連勝きついねこれ。僕がやってもこれ4連勝できる自信は全然ないですね。うわバレてる、知ってますよと。さあ先ほどの相模に対しての中イコールベイビー中村、すごい褒め方だ。ベイビーナインや中村ホンダほどではないが、これはあっとくっつきが見えていた。クレイジー刺さっちゃう、あそこからの逆転。あシャルバイソンは今日は中本田を多分連れてきてくれたんでしょう。この連れてきたけどよく当たるという格ゲージンクスあるあるですね。うわ三段入る、いやうまいな。シャルがシャル君 抜けてもおかしくないと思っているんですが、なかなか勝ちきれない。ああそしてそしてみんながバッテンマークを出す、この焼き鳥 S フォーク。さっきはどっち勝ったんだっけ。うわぁ始まる、あぶねぇ、うぅうまぁ、今の世界一うまい、今のやばい。Sフォークのダイヤス2段目使って歩いてダイヤスでしょ、いくらんないっすね。多分グランドローが早いですね。シャルが鉄壁なのか、しかしあれだけビオリッチ、あさあ4ヒットつかみ、あと一発で死んでしまう。さあこれは勝負、うわあ相打ち。 S フォークの三角に対してはバイソンのしゃがみ強パンといえども安定ではない、これを見れば分かる通り。さあ始まる、ネット出す、歩きたいふん、あれが最大。コパンやると、あーミスだ、ヘッドガードしてコパンやると次のヘッドが溜まってしまうので歩きたいふんの方がいいですね。歩きたいふんも確定ですからね。うわーっと選択を間違えた、ヘッドの弱中強を、あっと暴れている。シャルの起き上がりに気合が入りすぎている。相打ち三角、三角じゃ勝てないですね。さあ、マキリが入る。焼き鳥は散々嫌がらせしといて、やっぱり S ホグに帰ってきた。しかし、マキリさっきほどは激闘を制している。おっと行かない、うわうわ始まるのか、
箱が壊れたせいでおつめが来るぞ。コンドル強勝利熱波流れお見事。さあ対空完璧完璧な足。ここまで強くなったマキリケン。さあここでしかしコンドルもらって対空にちょっと自信がなかったか。あっとしかししっかりボス。うわ一生暴れて、うわこれはうわそれは通るわ。だけ目の前でね制限されちゃったらさすがに通りますよ。あー焼き鳥が怖い。勝ち中盤で落としていく。あの技そんなに信頼できるのか。さあコンボしっかりうまい。 A 級なのか。しかし昇竜からどうする、どうする。うわーしかし回している。高いのをしっかり見ていた。焼き鳥2連勝。ここでテーダルシム最後に今2連勝 3? あれ2連勝つけてなかった。これで1点入れば、あやっぱ2連勝ですね。やっぱそうやりたくない。さあペーダルシムが蹂躙されている。敵の睡眠まで待って彼を掴む。それ相手をまず黙らせてから、黙らせたらもう掴むだけという睡眠っていいの。インフェルノ対空ならず。しかしこれは状況相当ダルシムですね。最後はフレーム重なって、三角台風必殺の、そして下げっているからの、おおミスったがフォローしっかり。さあ焼き鳥リーチ、さあバイパーは竜、フォークは使わん。ここで竜、バイパーさんの竜はフォーク戦とガイル戦特化型ですからね。さあいやらしい動きをしていくぞ。フォークのことなら知り尽くしている。コンドル、ここは見てからいけるんだと。あくまでも上から。しかしデスフォー、うわ三角がお刺さりになる。さあどうなる。さあファイヤー波動拳リードはバイパーだが、あの距離から吸っちゃう。どんな精度してんだ、どんな精度したって。これでリーチ、ブーン、勝ち抜けは焼き鳥。しかし4人目焼き鳥は結構意外でしたね。さあそれでは決勝戦いきましょう。まず最初に勝ち抜けたのはサクンですね。さあホンダが1番なので、じゃあ1番の方が有利だよな。こっからはトーナメントです。で、最初に抜けたから K1 優先。
焼き鳥さん、焼き鳥さん最後に抜けたので、K1 で一番不利なところです。最初に入ります。はい、焼き鳥が、じゃあ BCD どこに入る？うん、草くんが選んでよ。次の選択権はムーさん。あ、ひでくん、ひでくん。ですよね、よかった。そうするとこっちしかないよね。まあ、ひでくんは絶対に本田を狙ってくるから。C、こう。これはトーナメントです。はい、それでは組み合わせ決定いたしました。焼き鳥対ムーからいきましょう。はい、決勝戦です。ネオレイホーク、ネオレイは、いや知らないですね。アイドンの、さあ決勝戦はまず1試合目、焼き鳥タイムで頭突きからのヨガスルーでピヨル。さあこれはムーダルシムがいっちゃうのか。焼き鳥をムーが止めると他の2人が大喜びだぞ。タッチキック寄りにくい三角、しかし近すぎた、投げられてまたやり直し、やり直しどころかさっきより厳しい状況。おームーが勝利。これトーナメントです、トーナメントです。さあワンピー、草、ツーピー、ヒデ、さあ本田ですからね。さあ優勝は誰になるのか。さあ草本田 VS ヒデチュンリー。ヒデチュンリー最近本田戦には自信が出てきましたよと。何せ前日の雪の人やってますからねと言っていましたが、それでもまあ五分行ってないらしいですからね。さあ究極対決ツイッター、完全対応なのか。あとはおーおー、最大もいいとこ、やばい、今のやばい、びっくりした。めくって5番を鬼武装はすごいな。サホンダが全1なのか、むしろ全0なのか。さあしかし先ほどと同じ、永久に同じことが繰り返されているように見えるが、さあまだビンタ、何を隠そう、あのビンタ真上の百貫も近距離突破になって勝手に落ちます。危なすぎる、あれのせいで僕はもう本田積み気味なのという考えになりました。パラジャンプ以外に寄れるとこはないんですよね。あーっとヒデが、腕がうまい、しかし、うわー、垂直サマーからの、これはもうやることがほぼない、さが、あー、ガードしちゃった、なんでいくの？
決勝戦はヒデ対ムー。じゃんけん、さあ決勝戦、最近乗っているヒデチュンリー、そして相手は怪我から復帰したムー。さあどっちがヒデハウスに持っていかれるのか。ムー、ヒデ、シューという3人チームで大きな大会で結果を残しています。ベスト4か、あれはすごかったですね。ムーさんは乗ったときは超怖いぞ。チューブチーム3立てとかしますからね。あーあかん。うわーっと、今のお互いスカル、なんだこれ。さあ優勝に王手をかけたのはヒデチュンリが、ヒデハウスに閉じ込められるのか。これはスライディングにゲームを差し返す反応はところどころで非常にいい。ヒデ、そしてドリルを落として先月は削りを使ってしまうが、状況は相当いい。うわー、なんか今狙ってた。さああと一歩ムーは追い詰めたが、飛行圏を打たせてるとゲージが止まっちゃうぞ。ウェルの逆転した、我慢している珍しく下がってしまってゲージが溜まってしまって、逆転要素バリバリありえますよこれは。あー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 、踏みつけるしなかった。お、さあ決勝戦最終ラウンド、このメンツでこの2人が勝ち上がるとは本当に思わなかった。ムーさん先行戦強いよね。とは言ってもやべえ状況、一方的にゲージが溜まり体力が半分以上優勢で、ヒデが最後はしっかり確定を取って優勝。ヒデチュンリー、もうみんな興味なしでの試合やってますけど、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかあの扱いがなんかサードの富永さんみたいな感じに、まあ干されるのは干され強い証かもしれませんからね。あ、なんかそれは嬉しいのかな、はい。さあ、というわけで今週はここまでとさせていただきます。はい、また来週、日曜日か、はい、次は日曜日ですね。来週日曜日、はいはい、楽しんでいきましょう。おっとうるうるコメントが、 Good Games GGS GGS Good Games Thank you Thank you Thank you very much。 ネオレイネオレイ、今後チュートリアル方向を取るコメントなんだこれは。お疲れ様でした。ネオレイコーナイン、へー、お、これ見とくよ、ありがとう X ゲーマーズ、サンキュー。メさんやる、
Thank you.
Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire!
Walking! Walking! Walking!
Thank you.
Round two, fight!
Round three,
Fire!
Hold on higher.